オーケー。オーケー。もう片方はこっちに。オーケー。オーケー。鈴野さんのセンスが問われるゲート。オーケーゲート。オーケー。で、うん、今から、うん、この空いてるスペース、うん、全部壁敷き詰めていく感じで。あ、ゲートに沿ってやっていくってことね。そうそう。オーケー。じゃあ、オーケー。俺も立ててこう。やってみるぜ。プレイス。お。あ、これもうぴったりしか作れないようになってんだよね。そうそうそう。綺麗に設置してくれるんで、自動的に。あれ？あれ今作れた？作れてない。作れてないです。プレイス。プレイス。あ、これ左クリックでいいんだよね。左クリック。あれ作れない。スイッチを。もうちょっと下がった方がいいってこと？あ？もしかして。もしかしてだけど。平地した人しか置けなくなったのかな。いやでも You do not have permission。 あ、パーミッションだから多分あれだ、そうだ、あ、そうなんだ、かもしれない。あ、それいい、そのアップデートいい素晴らしい、荒らされない。え、そしたら俺は内装とか何もいじれないってことなのかな、かな、なんかそういう権利とかない、タブ権利はないですね。ほう、どうなんだろうね。小物とかも置けないのかね。置けないのかな。これちょっと不便だな。なんか権利を与えられるとか、多分、アップデートでできるはずだけどね。そうですね。うん。前までできてたんで。もしかしてグループに入ってるととか？あ、それやってみよう。OK？ 来てない OK？ あ、来てない。うん。シンジは普通に S が大文字。N 一つ多くないですか？ん？ N が3つになってるよ。あ、ほんとだまあいいや、大丈夫大丈夫。チャンネル。チャンネル。なんかおかしいな、と思って。オッケー。オッケー。Y。オッケー、それで設置できないかな。あ、できたできた。いけた。グループならできるんだ。オッケーオッケー。なるほどね。それいいね。いいアップデート。これいいですね。オッケー。仕事。このアップデート最高じゃん。仕事がはかどる。こう作ってる途中だと、うん、知らない人にここら辺にメタルゲート置かれて、ああなるほどね。占領されたりとかするんですよ。これ対策になったのかな。オッケー。オッケー。残り2つ、新さんお願いします。オッケー。Hey zombie! Hey zombie! Hey zombie! Goodbye! Goodbye zombie! お別れだ。ここでお別れだ。Hey! Hey zombie! Hey zombie! Zombie zombie! Hey zombie! Goodbye! Goodbye! Okay! okay. できた Okay! 素晴らしい、人形王国完成Okay! Okay! これが我々の城だ。じゃあ土台置きますね。 Okay?この作業4回ぐらいやってるんで、もう失敗は許されない。失敗はね、いる限り。オッケー、行きますよ。3 Go 1 OK Go OK 完璧。 OK OK 庭もできた。完璧完璧。OK OK ギリギリまでちゃんとできてるね。そうそう。あ、降りれないな。そうすると、うん、ここにスペースができるんですよ。 OK、 これが庭ってことですね。で、綺麗にゲートもあるじゃないですか。ああ、いいね。車が入ってこれる。なるほどね。これが理想の家ということだね。そうそう。ツリーハウス。完全オリジナルなんで、動画見たわけでもないんで。ツリーハウスではない、これが。そうそう。あれから何回も家建てて練習したんで。これの上にまたメタルウォールを積み重ねていくってこと？そうですね、2段目の。じゃあここは狙撃され放題だ今。そうですね。で最後にここにゲートを設置しとかないと。ゲート、あ、新さん置きます。あ、いいよ別に。オッケーオッケー。ん、今充電してなかった。あ、気のせいか。オッケーオッケー。
パスワードあ、さっきと同じでいいですか。いいんじゃない。 OK 開いた。OK ガチャ。いや、いいね、できましたね。で、この下のゲート、うん、開けるのコツがいるんですよ。ほう、あ、ゾンビが入ってこない。あ、ゾンビは入ってこないのか。そうそう、ジャンプしながらじゃないといけないんで、ちょっと行きますね、こっちで試して。開けても、うん、普通に閉めらんないんですよ。ちょっとこうやってゾンビをおとりにして、うん、からジャンプして、こんな感じでこんな感じじゃないとできない。そっちから出るときはってことだよね。そうそう、こっちは大丈夫ってことだよね。こっちも同じなんですよ。あ、そうなの。そうそう、多分新さんや最初やったらかなり苦戦すると思うんで。オッケー、じゃあちょっと結構練習しないと。やってみるよ。オッケー、もう無理だと思ったらすぐに入ってきてください、ね、開ける、開ける、出る、出る、ちょっとゾンビを、ゾンビをこうやってぐるぐるって回る。そうそうそう、ヘイゾンビ、ヘイゾンビってこうやって回るからの、からのジャンプして E 押してすぐに戻る。そう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 、オッケー、オッケー、完璧、オッケーオッケー。こんな感じで入る。オッケーオッケー。めんどくさい。一発で成功するとめんどくさい家だな。これ全部そうなんだよね。全部そうです。もしくは入った後に閉めるってことか。そうそうそう。ああ、なるほどね。あ、そっから行きました今。もう行けたよ。嘘。うん。アップデートで改善されたのかもしれない。改善？改善。あ、いいアップデート。いろいろと。あ、途中でなんか変なもの置かれないっていうのはいいですね。うん、いいね。このまんまでも荒らされないってことだから。あ、じゃあ安心できる。安心アップデート。安心できる。こんなこともできちゃう。できましたね、ついに。ついに行きましたね、第一歩。我々の第一歩にしては相当できたけど一歩できすぎでしょ。普通は土地を設置して第一歩だと思うんだけど確かに壁が完成しちゃうっていうね。あ、やばい、俺死にそう。あとはまたさっきの土地で、さっきの家のところで物資を集めつつ、今度はこっちに箱とかを作っていく感じか。そうですね。でもあれだね、まずメタルウォールをまた2段にしたいね。そうそう、イエスウォール、イエスウォール。これ何階建てまでできるの。これ2階までです、今のところ。3階建てとかできたらすごいね。そうですね。ああ、こビルのどこから狙撃してたってこと。ここからですね。え、だってここにさ、ウォールがあったらさ、ああ、ドラム缶の上に乗るとか、そういう感じ。ウォール2段目まで敷き詰めるじゃないですか。うん、で、2階にシェルターを置いて、うん、そのシェルターの上から、ああ、そういうことね。で、さらにそのシェルターだと逆に撃たれちゃうじゃないですか。うんうん、だから、シェルターの上に、溶鉱炉、あ、こうやって縦にするように置いて、うん、壁半分だけ出してこうやって撃てるように。ああひどいな。そうそう、そういう方法もあるんで。なるほどね、要塞だ。要塞の完成ですよ。まだ完成ではない。勇敢の人とやってた時は、うん、この正面のスペースあるじゃないですか、うん、ここに2軒と、うん、あとこの崖の上の方に1軒と、合計4軒にやってました。これは銃から狙撃できるよ。すごい、ね、もう警察署には近寄らせないとやって。そうそうそう、なるほどね。ちょっと腹減りがやばいんで、ちょっと飯食べに行ってきます。オッケー。
かっこいいに折り方。この方がね、扉閉めるのめんどくさいんで。